ゴンサロ・フェルナンデス・デ・コルドバ、ゴンサロ・フェルナンデス・デ・コルドバ、ゴンザロ・フェルナンデス・デ・コルダバ、1453年9月1日から1515 15年12月2日は、スペイン王国の将軍、エル・グラン・カピタン、エル・グラン・キャピタンと尊称される。また、歴史家の一部は1503年のチェリニョーラの戦いにおける火力と残豪の組み合わせを評価し、残豪戦の父だとしている。 ゴンサロは1453年9月1日、コルドバにほど近い町モンティーリャで生まれた。父は、アギラール伯爵、ドンペドロ・フェルナンデス・でコルドバ、母は、エルビラデ・エレーラ。ドン、アロンソという兄がおり、ゴンサロは次男であった。家系は、王家の支流、エンリケ2世の弟、ファドリケの諸子の末裔であるエンリケスケに属し、代々カスティーラ王国の帝徳を輩出していた。 父はゴンサロが幼い時に亡くなった。アギラール博家は以前からカブラ博家と対立関係にあったため、父の死は重大な意味を持っていた。カブラ博家は二人の兄弟が幼いことを理由に追い落としを狙い、一方アギラール博家の家臣たちは兄弟を守り、対抗した。次男であるゴンサロの立場は特に厳しいものだったが、兄が非常な努力を払って彼を助けた。 一時期教会に入っていたが、成人すると現続して宮廷に出資した。はじめ王廷、ドン・アルフォンソに仕え、彼の死後はイサベル一世に仕えた。1474年、イサベル一世がカスティーリャ城に即位すると、ポルトガル王アフォンソ五世は、妻のフアナ、先王エンリケヨンの娘の継承権を主張して、カスティーリャに侵攻を開始し、国内のフアナ支持派も立ち上がり、 内戦に突入した。この戦争においてゴンサロは、サンティアゴ騎士団長アロンソ・デ・カルデナスの帰下で戦った。アルベラの戦いの後、アロンソ・デ・カルデナスはゴンサロが常に前線に立っていたことを称して、褒美を与えた。ゴンサロは、豪奢な鎧を身につけていたため、非常に目立ったのである。ゴンサロの軍人としての優れた資質は、早くもこの頃から現れ始めていた。 一回の士官でありながら、まるで将軍のように鋭敏な知性と広い視野を持ち、また非常に忍耐強かった。一度戦いに入ると、無謀なほど、大胆不敵な行動で周囲を驚かせた。すぐに、評判は高まり、常に前線に立つゴンサロは兵士たちの尊敬を集め、彼のためなら、献身を惜しまないようになった。戦争そのものは、イサベルの夫、 フェルナンドの協力によってイサベル派が優勢となった。1476年、トロの戦いでポルトガルは敗北し、1479年にアフォンソ5世はイサベルの王位継承を承認した。1482年からカスティーリャは、イベリア半島に残った最後のイスラム国家、グラナダ王国、ナスル朝への侵攻を開始した。この戦争においてゴンサロは、 サンティアゴ基地団長となっていたアニドンアロンソの指揮下に入った。上官である兄と積極的に意見を交わすことができたことは、ゴンサロにとって大きな意味を持っていた。戦いは都市をめぐる攻防戦と地の利を活用したグラナダ軍の奇襲の連続だった。両軍ともに公兵とゲリラを盛んに活用した。ゴンサロの功績としてしばしば取り上げられるのが、イリラにおける イサベル一世の護衛である。イサベルは、グラナダの戦況を視察しようと、前線観測所のイリョラへ向かい、ゴンサルに護衛を命じた。イリョラに到着したところでグラナダ側の守備隊が出撃してきたので、ゴンサロは、イサベルの目の前でこれを撃退した。このためにイサベルはゴンサロを評価するようになったという。1492年、およそ10年にわたる、戦いの末に、グラナダは、 カスティーリアに降伏、ここにレコンキスタは完結した。会場の際にゴンサロはグラナダ側と協定を結ぶ死者の一人となり、戦後は多くの領地を与えられた。この時点でのゴンサロに対する大方の評価はあくまで優秀な士官の意気を出なかったが、イサベル一世は彼の忠誠心と企業を評価していた。年から開始されたイタリア戦争において、 スペイン軍の司令官としてゴンサロが選ばれたのは、こうしたイサベルの個人的な評価のためである。イタリアに上陸したゴンサロは、ナポリオーの元へ五千の援軍を送り届けた。1495年3月31日、教皇アレクサンデル6世の呼びかけによって、新生同盟が結成され、戦況はフランスの劣勢に転換しつつあった。 1495年5月26日、ゴンサロの率いるスペインとナポリの連合軍は、フランス軍とイタリア南部カラブリアのセミナラで交戦した、セミナラの戦い。フランス軍は、騎兵600名と、スイスやリ兵400名、対する連合軍は、不評1000名、騎兵400名、他に、ナポリの義勇兵が加わっていた。兵力的には優勢でありながら、戦いは、 フランス軍の勝利に終わった。まず、フランス騎兵の攻撃で、スペイン騎兵が敗退し、続いて、フランス騎兵は、スペイン不評の隊列に突撃をかけた。ナポリの義勇軍は、浮き足立って、後退を始めた。連合軍の隊列が乱れたところを、スイスや利兵が前進して突き崩した。この時点で、勝敗は決し、ゴンサロは全軍を撤退させた。 正確な損害は分かっていないが、明らかにスペイン軍の敗北であった。山岳戦やゲリラ戦主体のレコンキスタを戦ってきた。スペイン軍はフランス軍の騎兵とスイスや利兵を組み合わせた攻撃に対できなかったのである。この敗北はゴンサロにとって生涯で唯一の敗北となった。ゴンサロは敗因をスペイン軍の編成そのものにあると考え、これを変革させる。 必要性を強く感じるようになった。1495年7月6日、ホルノボの戦いで新生同盟軍に敗れたフランス軍はイタリアから撤退した。これによって戦争そのものは新生同盟側の勝利に終わった。ゴンサロはイタリアに留まり軍隊の改革を開始した。セミナラの戦いの時点のスペイン軍は以下のようなものだった。不評の主な装備は 金と丸立てだった。当社兵器の主力は、クロス棒で、アルケブス、初期のひなわ銃を装備していた兵もいたが、その数は多くなかった。重装機兵は主に貴族とその労働で、全体に占める割合は少なく、他の大半の機兵は、軽装機兵だった。また、重装機兵は、フランスの機兵のように密集して戦うことは、少なかった。砲兵、砲兵は、 数も多く、質も高かった。この二点では、スペイン軍は他国に優越していた。これらは、レコンキスタの一般的な戦闘形態である、工場戦やゲリラ戦には適当な装備だった。しかしながら、イタリアのような平野の多い土地で他国の野戦軍と戦う場合、見劣りがすることは否めなかった。イタリア戦争で敵となったフランス軍の編成は、以下のようなものだった。 不評の主力は、槍兵だった。中でもスイス陣用兵は、再生鋭として恐れられていた。スイス槍兵の密集体系を崩すのは、非常に困難であり、しかも彼らは、密集体系のままで突撃することができた。また、スイス槍兵ほどではないが、大半の槍兵の密集体系は、騎兵の突撃を阻止する子ができた。槍兵を支援するための投射兵は、 クロスボウを装備しているのが普通で、アルケブスはまだ少なく、ここはスペインと同様だった。重装機兵はフランス軍の中核だった。機動力と衝撃力を備えた重装機兵は敵の戦列を崩せる唯一の存在だった。ただし、槍兵の密集体系を正面から崩すことはまず不可能であるため、移動などで敵の体形が乱れる時を狙って、 突撃を仕掛けた。軽装機兵は偵察等に使用され、海戦では予備軍に回されるのが常だった。フランス軍はイタリア侵攻に多数の砲兵を引き連れており、主な役割は工場戦における城壁の破壊だった。野戦においては敵の体系を崩すことを期待されていたが、当時の技術的制約から連射ができず、また移動にも手間がかかるため、 十分な力を発揮することはできなかった。両者を比べた場合、スペイン軍は、不評、重装機兵で明らかに劣っていた。不評の剣は振り回すための空間が必要であり、前に突き出すだけで良いりに比べて、密集度が低く、また射程も短いために、機兵の突撃に対抗できなかった。重装機兵は密集しないために、敵の体型を崩せず、 数の不足から騎兵戦でも不利だった。ゴンサロが最初に着手したのは、不評の装備を剣から槍に変更することだった。槍兵には密集体系を組ませ、その周囲と両翼に投射兵を袖のように配置した。次に、部隊の柔軟性を高めるため、士官の数を増加させた。それまでたった一人の士官が、兵士百人から六百人を指揮していたが、ゴンサロは、 兵士300人につき4人から6人の士官がつくようにさせた。一つの部隊はおよそ1000名前後で構成されたと考えられている。こうした部隊はコロネリア、コランリアと呼ばれた。後にコロネリアの兵員は増加され、有名なテルシをテアスヨへと変化する。一方で騎兵に関してはゴンサロはさほど手を加えなかった。その代わりゴンサロは公兵を利用して、 騎兵の機動力と突撃力を減災させる方法を考えた。すなわち残豪と土塁である。敵の脅威から不評や大砲を守るために人工物を作り出すという手法は古典的な城の概念と同じである。つまり、ゴンサロは工場戦における防御側の戦術を野戦に持ち込もうとしたのである。ゴンサロはチェリニョーラの戦いでこの概念を実践し、 野戦追記の効果を知らしめた。このために彼を残豪戦の父とする歴史家もいる。ゴンサロの新しい軍隊の実力を試す最初の機会はフランスではなくオスマン帝国を相手に行われた。ゴンサロはナポリオ・フェデリーコ四世、一世と共にギリシャへ遠征し、オスマン帝国からケファロニアを奪い取った。1498年、ゴンサロはスペインに帰国し、 エルクランカピタンの称号を与えられ、また、サンタンジェロ公爵に除せられた。その後、国内で発生していた、ムーア人の反乱を鎮圧した。1499年、教皇アレクサンデル6世と同盟を組んだ、フランス軍は、再び、イタリアへの侵攻を開始、第二次イタリア戦争が開始された。フランス王イ12世は、前回の教訓を生かし、 敵対勢力を減らすためアラゴンに対してナポリ王国の分割を持ちかけた。アラゴン王、ケンカスティーリアの共同国王のフェルナンド二世はこれを受けれ、1500年、フェデリーコ四世を退位させてナポリを分割した。しかしその実、フェルナンド二世は全土の獲得を狙っていた。1501年、スペイン軍司令官に選ばれたゴンサロは、再びイタリアに上陸した。 ゴンサロは明確な戦略を持って行動した。オファンと川沿いの町バルレッタへ軍を進め、防衛に向いたこの地でキャンプを張り、その間にゲリラ戦に慣れた兵士たちを派遣して、フランス軍の兵艦戦の断絶を狙った。敵が優勢である間は正面決戦を避け、フランス軍が挑発してきても決して乗らなかった。やがて兵艦が苦しくなったフランス軍は、 補給の望める地方へ軍を分散させた。この機を狙ってゴンサロは攻勢に移り、フランス軍の補給拠点であるチェリニョーラを吸収した。そして、有利な地形を選んで野戦陣地を築いた。フランス軍は部隊を集結させて、チェリニョーラの奪還に乗り出した。1503年4月21日、両軍が相対し、チェリニョーラの戦いが正規した。ゴンサロは、 丘の上に陣を取り、周囲を残豪と土塁で補強していた。スペイン軍の兵力は、諸説あるが、騎兵1600名、不評6000名だったと考えられている。他に500名前後のアルケブスを装備したドイツ人傭兵がおり、この部隊は、マクシミリアン一世が派遣した援軍であった。法は13問。これに対し、ルイダルマニャック率いるフランス軍は、 騎兵650名、不評7000名、法26門だった。不評の主力は、スイスや利兵だったが、重兵も存在していた。フランス軍は、前日の軽騎兵による妨害で十分な偵察が、できず、残豪の存在を察知していなかった。最初に動いたのは、フランス軍の騎兵だった。ルイ・ダルマニャックは、早期に決着をつけるべく、騎兵を突撃させた。 ゴンサロは、騎兵が残豪で停止したところを、大砲の聖車によって混乱させようとたが、突如として、スペイン軍の火薬庫の一つが爆発。驚いた砲兵は、予定より早く聖車を行ってしまった。しかし、ゴンサロは、火薬庫の爆発を見ても慌てず、良い知らせだ。これこそ勝利の光であると、言ったとされる。大砲の聖射は失敗したが、ドイツ傭兵が力を発揮し、 残壕で停止した騎兵を火力で椅子組めた。この射撃によって、騎兵の指揮官が戦死した。続いて、ルイ・ダルマニャックは、不評を前進させた。スイスやリュ兵は残壕を突破しようと3度にわたって突撃を仕掛けたが、果たせずに撃退され、スイスやリュ兵の指揮官を戦死した。あまりの損害の多さに、フランス軍は撤退を開始、ゴンサロは直ちに追撃させた。 フランス軍の司令官、ルイ・ラルマニャックは追撃してきた騎兵に殺され、また多くのフランス軍兵士が殺された。この戦いによる、フランス軍の損害は3000名を超え、一方のスペイン軍の損害は100名前後に、過ぎなかった。スペイン軍は、フランスの行きしていった大砲をすべて獲得した。チェリニョーラの戦いは、決定的な戦いだった。フランス軍はナポリから追い出され、 ゴンサロは同年中にナポリ全土を制圧した。1504年、戦力を再編できぬ、フランス軍はイタリアから撤退し、第二次イタリア戦争は終結した。軍事史的にも重要な戦いだった。あくまで工場戦の技術に基づいてはいたものの、火力によって重装機兵を破ったことの意味は大きかった。これ以降、野戦追機と火力を組み合わせた戦術は一般化していった。 ゴンサロは1507年までナポリの総督として統治した。しかし、彼の功績はあまりに大きすぎたため、フェルナンド二世の嫉妬と疑心を招いた。1504年のイサベル一世の死はゴンサロにとって頼れる貢献人の喪失を意味した。ゴンサロは、皇妃から軍と彼自身の給料を引き出していたが、その管理はずさんだった。フェルナンド世はこれを格好の口実とし、 ゴンサロを解任し、その後は何の役職も与えなかった。1515 15年、ゴンサロはスペインのロハで死去した。ゴンサロは間違いなく当時一流の将軍であった。敗北を起死したのはセミナラの戦いの一度だけであり、しかも彼はそこから戦訓を組み取って次の戦いに反映させた。チェリニョーラの戦いは野戦畜城を効果的に使用し、 重装機兵を野戦において火力で撃破した初期の戦戦ししの闘者とする見方は正確ではない。チェリニョーラにおいてゴンサロが重視していたのは砲兵の聖者であり、重兵にはさほど期待していなかった。アルケブソ兵がマクシミリアン一世の派遣したドイツ人傭兵だったという事実がそれ表している。勝利の原因は 野戦追記によって敵を工場戦に引き込んだことにあり、それはレコンキスタで工場戦の経験を積んだスペイン軍にとっては最適の戦術だった。工場戦では火器はすでに一般的な武器であったし、火器ではなくクロスボウでも同様の効果を発揮したと考えられる。チェリニョーラ以降、スペイン軍の中に占める銃兵の比率は増加していくが、それは 敵のフランス軍も同じだった。そしてまた、戦術面においても、野戦追記は一般的になった。結果として16世紀の戦場では、残豪を挟んで両軍が睨み合いをするという光景がしばしば見られるようになった。こうした状況が変化するには、17世紀のグスタフ2世、アドルフの登場をまたねばらない。しかしながら、それで、 ゴンサロの改革の意味が失われるわけではない。コロネリアはやがてテルシオイと変化し、テルシオは16世紀から17世紀にかけてヨーロッパで再生への集団として恐れられ。また彼が士官の数を増加させたことも重要である。士官数の増加で部隊の柔軟性を高める方法はヨーロッパでは一般化していき、各国に士官学校が作られるようになる。 ハプスブルク帝国を築いたカール5世の軍隊を率いた士官たちはこうした士官学校の出身である。ゴンサロは16世紀スペインの繁栄の種をまいたと言えるだろう。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。